ペンタックスのカメラ製品一覧。この項目では、極光学、ペンタックスの 35mm 半フィルムを使用する一眼レフカメラ、並びに、それらのカメラが採用したレンズマウントの概略についてもべる。他のフォーマットのカメラについては、以下の個別項目を参照のこと。極光学工業、現、ペンタックスが初めて製造したカメラで、 日本の一眼レフカメラ端緒となったシリーズ。ウエストレベルファインダーを備え、後に M37 マウント、内径 37mm のねじ込み式マウントとも呼ばれる独自のレンズマウントを採用。ただ、当時の一眼レフカメラ全般に言えることだが、まだレンジファインダーカメラ以降、RF 機と記述などとは、機動性等に隔たりがあった。よって、当シリーズも 視差のない近接撮影や RF では困難な大望遠レンズでの使用等、学術用などのどちらかといえば一部の特殊な撮影用と向けであった。ペンタゴナルダハプリズム搭載を搭載した一眼レフカメラシリーズ。レンズマウントプラクチカスクリューマウント通称 M42 マウント以降は PS マウントと記述する。を採用。国産カメラとしては オリオンカメラ、後のミランダカメラのミランダ T シリーズに続いて2番目のペンタプリズム採用機ではあるが、オリオンカメラは国内の販売ルートが弱かったことと、そのミランダ T シリーズにはクイックリターンミラーが実装されていなかったため、一般的には当シリーズ最初のカメラである AP が日本初の実用的一番レフカメラとして認識されている。アサヒフレックスは、 ウェストレベルファインダー採用のため左右逆像であり、機動性も低かった。そこで、ペンタプリズム仕様によって、上下左右肖像のアイレベル式ファインダーを搭載、クイックリターンミラー機構と合わせて、RF 機レベルの機動性を持ち出せた。ペンタプリズムとクイックリターンミラーを同時に、実装したのは、世界初だった。他に、多くの交換レンズや、各種アクセサリーが用意され、 システムカメラとしての定裁を整えた。なお、従来機種のユーザーのために、アサヒフレックス専用レンズが使える、純正マウントアダプターが用意され、無償で配布された。K、1958年では、半自動絞りを実現。S3、1961年では、完全自動絞り化がなされた。SV、1962年では、セルフタイマーと、 自動復元式、フィルムカウンターが実装される。SP-1964 年で、絞り込み速攻方式の TTL 露出計を搭載、世界的なロングヒット商品となった。ES-1971 年 AC-1973 年では、電子シャッターを採用し、開放速攻機能と絞り優先 AE 機能を備えた。アサヒペンタックスシリーズは、機能、 性能面では他社の高級機に身を取りしたが小型軽量であることやコストパフォーマンスの高さから個人ユース向けに大ヒットシリーズとなった。初代機 AP から最終機スプイまでの20年間機能的な追加はあったもののほぼ同じサイズ基本デザインで通したことからカメラのフォルクスワーゲンとも評された。レンズマウントとして採用された PS マウントは プラクチカ人民公社プラクチカ旧、登独性レンズ交換式一眼レフカメラに採用され当時世界の一眼レフカメラで実質上のユニバーサルウントとなっていたものであるアサヒフレックスの M37 マウントと比べ光景の大型化によるレンズの構成能化が図られるとともに他社が製造した豊富なレンズ資産が存在することは主に輸出等による海外展開に有利に働いた 一方、レンズ装着時、固定位置に個体差が生じるねじ込み式マウントを採用し続けることは、カメラの自動化、電子化の流れの中では、限界があった。当時の極光学工業では、バイオネットマウント移行を SP の開発時期から検討しており、ES 開発時には、バイオネット式マウントに切り替える意見も出たという。しかし従来からの互換性や、 M42 マウントのレンズ資産 SP のヒットにより見送りとなった。しかし ES に対応した新レンズ SMC タクマーレンズは機能追加により他社との互換性を失うこととな、結果としてバヨネットマウントである K マウントの採用へ移行することとなった。1975年に新シリーズとしてアサヒペンタックス K2、KX、キロメートルの3機種が登場した。 これらは、K マウントと呼ばれるバイオネットマウントを採用したカメラであり、デザインも一新された。マウント変更に伴い、レンズについても従来のブランドであるタクマー、タクマーをやめ、アサヒペンタックスで親しまれたカメラ本体のブランド名に合わせて、新たに SMC ペンタックスブランドを採用している。その後、徹底した小型軽量化と操作の自動化を図った M シリーズ、 1976年、プロ用途を意識した高級機 LX、1980年、M シリーズのコンセプトをもとにマルチモード化した A シリーズ、1983年、マルチプログラム機 P シリーズ、1985年とリリースされた。一方、オートフォーカス機シリーズは、レンズ内モーターを採用した MEF は後が続かなかったが、 ミノルトアルファ7000登場後、ボディ内モーター駆動としてリリースされた SF シリーズ1987年、シームレスな操作性を追求した Z シリーズ1991年、わかりやすい操作系に回帰させ小型軽量化を目指した MZ シリーズ1995年、さらなる小型軽量化とデジタル一眼で復帰につながる、数々の基軸を取り込んだ IST。 2003年と続いた。デジタルカメラへの移行に伴い、銀円系マウント機シリーズはピリオドを打つこととなるが、デジタル一眼レフカメラは引き続き系マウントを採用しており、銀円系マウントカメラ向けのレンズやアクセサリーも使用が可能なものが多い。ペンタックスが独自開発したバイオネットマウント。名称の由来は、キングオブ SLR 内径を 従来の 42mm から 45mm に拡大し、フランジバックは従来の PS マウントと同様の 45.5mm に据え置かれ、装着角は65度、右回転式。バイオネット式マウントとしては高発だったためか、はじめから機械式の開放速攻機能や絞り値の連動機構を備えている。 あらかじめ拡張性を考慮して設計されていたと考えられ、A シリーズと A レンズから始まる電子接点の追加、オートフォーカス化の際も、基本部分のマウント形状の変更なく、また従来との互換性を損ねずに新機能が追加されていった。現在も ST ドシリーズ、K シリーズといったデジタル一眼レフカメラのマウントとして使用されており、一部機能的な制限はあるものの、 初代 K シリーズ向けマニュアルレンズがそのまま装着でき、撮影も可能である。カメラ本体及び交換レンズ群の構成能化が進むと PS マウントの構造上の問題であるボディとレンズ間の連動機構を設けることの困難さは TTL 解放速攻機能の普及に伴っていよいよ見過ごないものとなり、各 PS マウント採用メーカーは 完全互換性を放棄した独自方式による拡張や、バイオネット式、スピゴット式等のなどの定点固定型マウントへの切り替えなど対応を迫られてきた。極光学はその中、新たな中盤一眼レフであるで、バイオネットマウントを採用したものの、アサヒペンタックス ES の開放速攻、絞り優先自動露出は PS マウントの独自方式拡張で実現していた。しかし、 将来を見越して 35mm 版でも、バイオネットマウント変更を実行に移すこととなったので、ある。K マウントの特許は他社にも開放され、コシガ、シグマ、チノン、トップコン、輸出用のみ、利口のほか、中国、ソ連の急遽産圏の国営工場など、世界各国の企業が採用し、OEM 製品までを含めると、アグファ、ビクセン、ホクトレンダー、同じくカナジュンなど、 世界各国から対応製品が発売された。パテントを公開したのは当初のみで電気接点のついたカマウント以降は非公開となったがオートフォーカス化の大波が訪れるまでは国内外の多くのメーカーによって軽マウント機が生産されかつての PS マウントほどではなかったもののバイオネット式ではユニバーサルマウント的な存在となっていた。講義での軽マウントは 現在も採用機種がリリースされているが、ドーマウントは前述の通りカメラレンズの進化に合わせて隠し機能が追加されてきた折、それぞれ以下のような細分がなされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。